イリノイ鉄道博物館に保存されているアップ18ガスタービン機関車ボンバルディア社の試作した Z トレイン電気式ガスタービン機関車はガスタービンエンジンにより発電機を駆動し発生させた電気で電動機を駆動する機関車であるこの種の機関車の最初の実験例は1938年で最盛期は1950年代から1960年代である2014年現在も この種の機関車が少数ではあるが運用されており、ボンバルディアトランスポーテーションはいくらかの関心を寄せている。2007年8月にはロシア鉄道が開発に成功したと発表した電気式ガスタービン機関車では搭載するガスタービンエンジンの出力タービン軸を発電機に接続し、発電した電力によって電動機を駆動することによって同規模の出力であれば、 ディーゼルエレクトリック方式機関車のディーゼルエンジンを、より小型軽量のガスタービンに置き換えることができる。ガスタービンエンジンは、ピストンエンジンに対して、以下のような優位性と欠点を合わせ持っている。作動部品点数が少なく、潤滑箇所が減らせるため、修繕費用が少なくて済む出力重量比が高い、ため、ディーゼルエンジンと比較すると小型かまたは、 高出力化が可能巡航負荷時の燃料消費率はディーゼルエンジンと比較して同程度かやや劣る部分負荷時の燃料消費率が極めて悪いこれらの特徴のためガスタービンエンジン機関車は長距離の高速走行や大重量貨物輸送などの用途に適している近年ではガスタービンエンジンの熱効率向上やハイブリッド式に代表される パワーエレクトロニクス技術の発展などの技術革新を背景として、再び各国で開発されつつあり、環境負荷の少なさという元来持っていた長所を活かしながら、ある程度欠点を克服することができるようになってきていることから、この種の機関車システムが見直されつつある。例えば、蓄電池と併用することにより、ハイブリッド機関車として、工事用などの産業用機関車として、 蓄電池機関車にマイクロガスタービン発電機を搭載した機関車が実用化されており、現場の条件で充電や電池交換が困難な用途向けに使用されている。ユニオンパシフィック鉄道はかつて世界最大のガスタービン機関車の運用者だった。他社では小規模の旅客用に製造された。1973年のオイルショック後は燃料費が高騰し、 ディーゼル機関車と比べコスト面で不利になったため、次第に置き換えられた。フランス国鉄のガスタービン同社イギリスの18000ガスタービン機関車スイス連邦鉄道では1939年に電気式ガスタービン機関車アム46101号機が使用され1941年42年に運行された。ブラウンボベリ社によって製造され、 車軸配置は 1A5A1 で2200馬力のガスタービンエンジンを搭載していた。ガスタービン技術の用途としては1944年の英国とドイツのジェットエンジンの飛行体の編成に先駆けて初めてのものだった。グレートウェスタン鉄道は2両の電気式、ガスタービン機関車を1940年代に注文したが国有化後まで納入されなかった。 英国鉄道18000と18100である。18000は、スイスのブラウンボベリ社で製造された2500馬力の産業用ガスタービンエンジンを搭載していた。一方の18100は、メトロポリタンイコールビッカースで製造された3000馬力の航空機用ガスタービンを搭載し、最高速度はともに時速 145km であった。 1972年に高速試験用に APTE が製造された。1950年代に SNCF は3種類のルノー製、試作ガスタービン機関車を使用した。タービンは圧縮機や燃焼機を備えず、シグマ、ペスコラ、フリーピストンで駆動した。騒音と低負荷時の多い燃料消費と整備費用により短期間の運用だった。SNCF は ヘリコプター用のガスタービンと流体変速機組み合わせて搭載した複数の動力分散式車両を運用した。初期のいくつかの車両では手動を容易にするためにディーゼル機関を併用した。SNCF は数台のチュルボトランと呼ばれるガスタービン式車両を非電格間向けに導入し2005年まで運行していた。このターボトレインは三両編成で構成され動力は 中間車に配置されていた。1972年に製造された TGV における最初の試作車である TGV001 もまたヘリコプター用のガスタービンを備えていたが、1974年にオイルショックによる原油価格上昇により、後の営業用 TGV は電気式に変更された。ユニオンパシフィック鉄道は1950年代に電気式。 ガスタービン機関車の運用をはじめ、最大の運用車だった。安価な C10U の使用を前提として導入されたが、エンジンの保守コストの大きさや燃料価格の上昇などの要因により、1970年には運用を終えた。1960代ユナイテッド航空機により、UEC ターボトレインが製造され、ペンシルバニア鉄道と後には、アムトラックとビア鉄道で運行された。ビアは、 優れた修繕能力によってこれを維持した。1982年に LRC に置き換えられた。アムトラックは2機の異なるタービン式の編成を導入した。それらはターボライナーと呼ばれた。最初の編成は SNCF のターボトレインに似ていた。フラの安全規定を満たすため、フランスの同種の車両よりも遅い速度で走った。カナダ国鉄は ユイシーターボトレインの運行車の一つで、ビア鉄道で運行していた。トロントモントリオール間を1968年から1982年に LRC に置き換えられるまで運行していた。2002年には、ボンバルディアにより、傾斜機能を持つ客車を牽引するプラットホイット2車のガスタービムエンジンを搭載した高速鉄道用車両であるジェットトレインが発表されたが、 2014年現在に至るまで採用例はない。かつて G1 から 0HK ガスタービン機関車、GT-101K ガスタービン機関車、GP-1K ガスタービン機関車を試作したが、いずれも実用化には至らなかった。ソビエトは1954年からガスタービンの鉄道車両の開発を開始した。複数の方が開発され、機関車が配備されて、試作機が試験された。 1970年代に電気機関車と比較して経済性に劣るのでガスタービン機関車の開発は中断された。G1、編集 G1 から011959年にコロムナ工場は3500馬力の電気変速機を備えた貨物用の G1 から01系ガスタービン機関車を製造した。使用されたガスタービンエンジンは単軸式の3500馬力の GT-3.5 ガスタービンだった。ガスタービンからの回転は2系統の発電機に伝達された。第1系統は2機の駆動用発電機である、MPT-74-23 で、第2系統は駆動用の発電機である、MPT-74-23 と、BT-275-128 補助。発電機の s h h 十九 14を駆動した。それぞれの駆動用発電機は定格が毎分1800回転時に 733kW だった。それぞれの発電機は定格 340kW のエドブ -340 電動機が並列に接続される。タービンユニットは負荷がかかっている時のみ使用された。分け流用補助動力として 1D6 型。 ディーゼル機関と分流用 MPT-49-16 発電機を備えた。この形式の主要な欠点は燃料を大量に消費することと設計の複雑さだった。GP1、編集 GP1 から0 0九1 9 6 4年に旅客用ガスタービン機関車である GP1 が2両製造された。 3500馬力の単軸式の GT-3.5 がスタービンから伝達された3機の発電機、MPT-74-23 バイトを駆動した。補助動力の 1D12 ディーゼルを備え、1 9 5ットの MPT-49-25 から3軽発電機を駆動した。1965年の初頭に全ロシア鉄道研究所環状実験船で、 GP1 から002 0が試験された。1965年末に、両方の機関車は、リゴブ機関区に配備された。G1 から01は、貨物列車を牽引して、旅客列車は、テップ60が、通常の運行時には充当されていたが、GP1 から001 0と、GP1 から002は G1 から01より、高速だったので、旅客列車に充当された。 ガスタービンは燃料を多く消費して騒音が大きいという欠点があった。ジェム10タジェム10ロシアでは、ジェム102006年にシならトランスポートマシーンズでタジェム10が製造された。2007年8月にロシア鉄道が圧縮天然ガスを燃料とする GT1 系ガスタービン機関車をボロネジ機関車製造で完成させた。タービン出力は 11000HP。 航続距離は7 2 0トル、天然ガス資源が豊富なウラル地方とシベリア地方へ配備するように計画されている。GT-1、編集 GT-1 から001メディアを再生する、全ロシア鉄道研究所環状実験船を走行する GT-1H-0022007 年に、ロシア鉄道は VL-15 から008電気機関車を改造して、 GT1 から001ガスタービン機関車を開発した。航空機用のクズネツオフ NK-32 を原型とした NK-361 ガスタービンはサマーラで製造されたジェルジンスキー記念ボロネジディーゼル機関車修理工場で組み立てられた2008年7月4日に初めて貨物列車を牽引した。列車の重量は3000トンでキュビシェフ鉄道の木なる ズクルフスキー C で運行される。時速 100km で、走行時の出力は 8300kW で、液化天然ガスを1回補充すると 750km 走行できる。ガスタービーンは、ベルリンで開催された、イナトランズ2008で実演された。天然ガス資源の豊富なシベリアでの使用が期待される。2011年9月7日に、GT1 から001は16000トンの、 貨物列車を牽引した。2013年10月に、出力8 8 0ット、車輪配置 CC、設計速度時速1 2 6キロメートルの1019、試作機関車が、リュジノブ工場で完成した。2013年8月には、107電気式ディーゼル機関車をもとに、出力8 3 0 0ット、定格運転速度時速1 0 0トルの GT1、 H-002 が製造された液化天然ガスを1回補充すると 750km 走行できるシュコダ659トルコリラ系ガスタービン機関車を試作したが実用化には至らなかった。産業用の車両としてマイクロガスタービンと蓄電池を組み合わせることにより実用化されている。ありがとうございます。